オマーは、イギリスの北アイルランドのファーマナ・ンド・オマーの中心都市。ドランラフ川とカモーエン川がストラール川となる合流点に位置する。2001年の人口は19,910人で、県内で最も多い。オマー軍議会と、西部教育、図書館委員会の本部が置かれている。オマーは、アイルランドゲール5で、 前人未踏の平原を意味するアンオーマイを英語風にしたものである。792年頃、フランシスコ会が修道院を建て、1610年に町となった。1641年の反乱では、ディロン検討部からの難民をかくまった。母ン側の戦いが起きた1689年には、ジェームズ2世が、 ロンドンデリーへの道中に立ち寄ったため、ウィリアム三世の勢力から焼き打ちを受けた。1768年にダンガノンに代わり、ティロン県の県ととなった。1852年にデリー、1853年にエニスキレン、1861年にベルファストとの間に鉄道が開通。1881年には、 平営が築かれ、1899年になると、ディロン県立病院が開業した。同院では今、医療サービスを維持するためのキャンペーンが行われている。1957年に、グレート、ノーザン鉄道委員会が、オマーエニスキレン線を、1965年には、アルスター交通協会がポータダウンオマーデリー線を、廃止したため、オマーを通る鉄道はなくなった。 町内のセントルシア兵も2007年8月1日をもって閉鎖された。当地を訪ねたことのある人物には、エリザベス2世、チャールズ皇太子、ビル・クリントン元米大統領と、その妻ヒラリー・クリントン、メアリー・マッカリース元大統領、トニー・ブレア元英首相などが挙げられる。1998年8月15日、オマーは国際的にメディアの字幕を集めた。 この日、リアル IRA が、町内に仕掛けた自動車爆弾が炸裂し、女性と子供を含む29人が死亡、100人以上が怪我をした。2011年4月にも自動車爆弾テロがあり、ロナンケア巡査が殉職した。事件から1ヶ月後に、元 IRA 暫定派のグループが、犯行声明を出した。人口は2001年国勢調査の統計に基づく。オマーは、 ドランラフ教区のオマータウンランドに生まれた町である。時と共に、市街は、夏季のような郊外のタウンランドにも拡大していった。冬の間、オマーでは、降雪が当たり前となる。写真は、ストラール川1969年の大洪水で、浸水したストラール通りアイルランドの、観測史上最低気温である摂氏19.4度を、記録したことがある。 しばしば洪水に悩まされ、分けても1909年、1929年、1954年、1969年、1987年、1999年、最近では2007年6月12日のものは大洪水であった。その結果、ストラール川の堤防建設など、被害を最小限にする対策が講じられてきた。 蛇行する川の両岸は開発に不向きなため、緑地帯や遊歩道、公園に整備されている。北アイルランド統計調査エージェンシーは、オマーを大規模タウン型入植地に分類している。人口は19,910人で、内訳は下記の通り。郊外のアルスターアメリカンフォークパークには、トマスメロンの聖火が保存されている。 彼は1813年にこのコテージで生まれ、5歳でアメリカのペンシルベニア州に移民するまでを過ごした。トマスの息子が鉄鋼のカーネギー、銀行のメロンと言わしめたかのアンドリューメロンである。園内は1800年代のアイルランド人の移民の足跡を展示する野外博物館になっており、復活祭、クリスマス、アメリカ独立記念日。 ハロウィーンには大規模なイベントが行われる。毎年ブルーグラスの音楽祭も開かれる。2003年度の入場者数は12万7000人を数えた。市街の北16キロメートルの森の中には、ゴーティングレンズ森林公園があり、滝や湖の自然を楽しめる。中心市街地には2007年、都市再開発事業の一環として、ストラール芸術センターがオープンした。 ストラール川と排外の中間にモダンな市民センターを建てることで寂れた区域の活性化を図る良い例である。子供向けの公園が20箇所以上あり、ほとんどが緑に覆われている。その中で最も大きいのは市街近郊のグランジ公園である。蛇行するストラール川沿いにも多数のオープンスペースが整備されている。オマーレジャーコンプレックスは グランジ公園近くの大きな市民公園で11ヘクタールのグラウンドの他娯楽施設、ボート競技のための池、人工芝の競技場、自転車道などがある。県の中心部に位置するゆえ、デリーやレターケニーを出し抜き西アルスターの小売りの中心地となっている。2000年からの4年間で8000万ポンド以上の 資本が投資され、6960平方メートルの土地が新たに小売関連の用地となった。主なショッピングセンターには、メインストリートモール、グレート、ノーザンロードリテールパーク、セダン通りのショーグラウンズリテールパークが挙げられる。海外にも小売店が連なる。大学のエレベーターから町内を見る鉄道は、街は愚か、群内にも通っていない。 1852年9月3日に、アイルランド規格の 1600mm の、ロンドンデリーエニスキレン鉄道、L、L&ER が開通し、1854年に、エニスキレンまで延伸された。1861年には、ポータダウンダンガノンオマー連絡鉄道がオマーに到達、後に、ポータダウンとデリーとを結んだことで、ザデリーロードの異名を取った。グレート。 ノーザン鉄道は1876年に PD&O と合併し、1883年には L&ER と統合した。1957年、北アイルランド政府は GNR のオマーエニスキレン線を廃止。残る GNR の路線は、翌年にアルスター交通協会に委託され、1963年の、いわゆる、ベンソン報告を受けて、 デリーロードも1965年2月15日に廃線となった。線路跡には後に道路が敷かれた。オマーカレッジオマーにはすべてのレベルで幅広い分野の教育機関がある。ホスピタル街のカンプシーハウスには西部教育図書館委員会の本部が置かれている。町内のマーケット街に 901.2FM ウエストという壺があり。 BBC ラジオアルスターもオマーにスタジオを構えている。2008年12月には4週間にわたって、コミュニティラジオ局のストラール FM が試験放送を行った。番組の司会者や歴史家、サウスウェストカレッジの学生らが共同でプロデュースし、地元の耳より情報と音楽を組み合わせた番組を放送した。 このプロジェクトは2009年度、ソニーラジオアカデミー賞のコミュニティラジオ部門で同賞を受賞した。スポーツでは、ゲーリックゲームズ、分けてもゲーリックフットボールの人気が高い。町内には、ヒーリーパークを本拠地とする、オマーセント・エンダーズと、クラナボーガンを本拠地とする、ドランラフ・サーズ・フィールズの2つのクラブがある。ヒーリーパークは、ゴーティン街にある。 ゲイリック体育協会の拠点スタジアム。収容辞任は2万5千人ほどで、照明塔を有する競技場としては、アルスター発である。ティロン県シニアフットボール選手権大会の、後半戦や、県内のホームゲーム、それに、他県のクラブ同士で、中立的な競技場を要するゲームに使われる。2005年にオマータウン FC が消滅してから、サッカークラブは一つもない。 主に地元住民からなるアマチュアチームのオマーアカデミカルズがある。国内国外。ありがとうございます。